喋ることねえわ。喋ることないですよ。で、まあ寝て起きてからまた再スタートと、うん、感じでですね。またちょっと気持ち切り替えて、スタートしようと、思います。手首でうーん。 ヘズマリュウ。う,ーん,うーん。そうだなぁ。わかる、わかるんだよ、わかるんだよ。わかる、暮らしとして、だから、ヒャッハーみたいな生き方で、日本でもあアリになってきてはいるからね。 <laughs> ね、だから、なんか、革命軍とかヘズマ、ヘズマ竜がさ、俺たちを革命起こそうみたいな、革命軍みたいなつ、なんか、荒くれを、のと荒くれをみたいな、やってたけど、集ってみたいな、ヒャッハーみたいな、なんか、もう、もはや世紀末だから、なんかそういう生き方もね、ねバイクで、ねもひかんでみたいな、なんかそういう生き方も楽しいかなーっていうのが、水、ね食料を起こせみたいな。楽しくない結構、ぶっちゃけ、それが、 もう出来かねもう出来水と食料だまずはみたいな。よこせみたいな。なんか肩パッドでみたいな。そういう暮らしも今できんじゃないかなって感じもしますけどね。うん。世紀末。うん。感じが。まあ、寝て起きて、俺はもう寝て起きてからやっていくんだけどね。<laughs> いつでもとか。もう何でもやろうと。山崎前をなさよしネタとかも。 フリップネタとか、フリップ投げネタとか、フリップネタとか、戦術ボードネタとかも、すべてやっていこうと思ってて。いや、全部やります。もうめんどくさいもん、もう,う。もうめんどくさい、全部やろうと思いますわ。寝て起きてから全部やろうと思います。眠い。イルーム安眠用音楽とか聞いたいね。寝てて。もうちょっと、俺様も本気出してやっていかないかなって感じもすごくしてます。さあ、もう本気出して。 そうさめんどくさい。だんからヘズマじゅうみたいな。ヘズマジあの、生花店、生果,果,果店っていうか、こう、で働いてんの。生店かな。生果店っていうか、あのー、ねえ、パートの、なったのかな。でも、でもまあ、百花みたいな、水、食料、よこせ、みたいな言い方も、うーちょっとあれかなうん。でき、できるっていうのはあるけど、ね よしよし、うーですね。いや、生きること大変ですね。大変だ、生きることはね。いちなみに一、一緒の、一緒の髪ですかこれと一緒の髪型してるんですよね。ちなみにね。あー、へずまりる、ですね,ね。みんな分かり合えれば楽なものなものをね、ほんと。めんどくさいですね。 うーふー。ヘズマ兄さん、プリン将軍がなんとかってしてくれるでしょ。感じ、ホストになったりできんじゃないいろいろ全部、いろいろ道があるよ。本当に。アームな世界で、豪傑、ま、道場で、腰やってるけど、アーム結構強いんじゃないとか、お兄さん、兄さん、兄さん、ヘズマ兄さんの、ヘズマ兄さんって感じだよね。兄さんの道、進路っていっぱいあるの、今。 ヘズマンみたいに決めやすいんだよ。だから、パートでもできるだろうし、ヒャッハーでモヒカン、モヒカンで肩パッドで水食料をよこせみたいな生き方も、トトウ君で革命君でできるだろうし、もう日本っても、ぶっちゃけ OK になってくるよね、うん。もうぶっちゃけ愛を取り戻せみたいな。愛を取り戻せんだよね。できると思うんですよね。それが、プリン将軍からホストになったり、アームレストだやったり、いろいろできるって気がするんだけどね、うん。人間でもそこからスタートなんて感じがすごく、 めんどくさいね。人間ってそういう失敗からのスタートなんですね。全部しますよ。だって、ヒカキン、セイキン、ヒとかね、今夢とか歌ったら俺絶対う、それもうまいから、歌もうまいから絶対、普通に歌えば、まあ再生数、本当稼ぎたいです、いい加減。ゼロからのスタートでもうもう一度今始めよう。戻らない片道なら、 辿り着くさ、あの、光の道、あの世界へ、光の道、ゼロからのスタートでも、もう一度今、立ち上がれ。寝て起きたらまた始めますよ。うわヒカキンセイキン好きなんですよ。歌うたの好きなんですよ、歌歌す大体。ゼロからのスタートでも、 僕らはゼロからのスタートでも、まあ、そんな感じですね。まあ、そんな感じです。寝て起きてまた頑張るよ。寝て起きてから頑張る。いつでもつって。